ニューヨークセントラル鉄道 J クラス蒸気機関車はニューヨークセントラル鉄道が製造した蒸気機関車。特に J3 はその流線形の姿で名が知れていた。ヘンリー・ドレーファスがデザインし20世紀特急に使用されたニューヨークセントラル鉄道 J クラス蒸気機関車 NYC はペンシルベニア鉄道と派遣をめぐって競い合っていた。両者は 車輪配置4から6から2の K4 型とアメリカンロコモティブ製パシフィック機で互いに競い合っていたが、車高がアメリカの鉄道会社の中で一番小さい NYC にとってそれ以上を大きくするのには無理があった。そこで NYC は関連会社のボストンウォルバニー鉄道で車輪配置2から8から4を採用した蒸気機関車に注目し、 同鉄道の機械技師長ポール W キーファーの提案でその機関車で使用されている二軸時代車をパシフィック機に取り付けるという案を考えた。1927年のバレンタインデーに完成した J-1A はアメリカで最初の車輪配置4から6から4式乗機機関車になった。約2メートルの動輪で重量254トン、過失。 面積7.6平方メートルの機関車は、北米の4の6の4式機関車の6割を占めた。J-1 は、便装置を、ワルシャート式から、ベーカー式に切り替えるなどの紹介像を施され、145両が製造された。J-2 は前期のボストンオールバニー鉄道向けに、動輪直径を7センチ小さくし、淡水車も小型化した。 しかし特に名が知られたのは1937年に大改良を受けて登場した J-3 である。この機関車は燃焼室を組み込み、感動の過湿前方を太くして蒸気面積を拡大。ボイラー圧は J-1 の15.8気圧から19.3気圧に引き上げられた。それにもかかわらず重量は J-1 に比べてわずか4.5トンしか変わらなかった。これは、 シリンダーと一体のフレームにボックス通輪、車輪すべてに転がり時空受けを取り付けたことに加えロッドやピストンなどの中空化や警報金化でハンマーブローを低減したためである。その性能は J-1 が牽引重量1130トンで95キロ走った時に比べ J-3 は牽引重量1640トンで96キロ走り抜いた。 NYC の看板列車20世紀特急は、クラス J 投入前には、所要時間20時間、J-1 で18時間だったところ、J-3 では16時間に短縮された。J-3 は、ヘンリード・ドレーファスが設計した流線型の姿ともに20世紀特急の顔となった。現役時代の華やか活躍に対し、この機関車を含む NYC の蒸気機関車群は、 奇跡的に残された2両を除いてすべて解体され、減損しない。所持からなる無縁化の急速な推進、当時の経営幹部であったアルフレッド・パールマンが蒸気機関車の保存に全く賛同しなかったのが原因であった。なお、J-2K5313 号機のテンダーが暖房車として改造転用され、その後ペンシルバニア州スクラントンの国定史跡に生体保存され、 現在もそこで見ることができる。ありがとうございます。